5月から6月にかけてアメリカは大学の卒業シーズン。アメリカの大学の卒業式で注目を集めるものといえば、著名な作家や政府高官、経営者やエンタメ界の著名人などが行う卒業生に向けた花向けのスピーチ。時事問題や自分自身の若い頃の話などを織り交ぜながら卒業生たちに人生のアドバイスを送るスピーチには、2005年のスタンフォード大学で行われたスティーブ・ジョブズのスピーチのように、後々まで語り継がれるような名スピーチが数え切れないほど誕生しています。2024年の卒業式にもバイデン大統領や人気コメディアンのジェリー・サインフェルドなどが登壇していますが、その中で話題となったのが NVIDIA 創業者であるジェンセン・フアン氏のスピーチでした。スピーチの中で人生で最も重要なことをある日本人との出会いから学んだと語ったフアン氏。学びによって余裕が生まれるようになったというのですが、それは一体どういうことなのでしょうか。そこで今回の動画では、フアン氏が米国の卒業式で語った日本で得た人生最大の学びに関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私、スエがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。2024年6月14日、アメリカのカリフォルニア工科大学で卒業式が行われました。そこに招かれスピーチを行ったのが、NVIDIA 創業者であるジェンセン・フアン氏。NVIDIA は企業の市場価値を示す指標の一つである時価総額の世界トップの座を、マイクロソフト、アップルと争っている世界最大規模のアメリカの半導体企業です。その NVIDIA の最高経営責任者であるフアン氏が卒業式で語ったのが、京都の銀閣寺で出会った庭園を仕入れする庭師の姿でした。フアン氏は自身の子供たちがまだ10代だった頃、毎年夏に NVIDIA の海外オフィスに1ヶ月間赴き、プライベートでは家族旅行を楽しんでいました。日本赴任中には週末を京都で過ごし、銀閣寺に行ったそうですが、その時見事に手入れが行き届いている庭園で作業をする一人の日本人庭師の姿に目が留まったといいます。その庭師は京都特有の高温多湿の炎天下の中、滝製のピンセットを使って枯れた苔を慎重に摘み取り、それを竹籠に入れていました。このような小さな道具でなぜ広大な庭の手入れができるのだろうと不思議に思ったフアン氏は、庭師にピンセットでの作業は大変ではないですかと尋ねました。すると庭師は、25年間このように手入れをしていますと答え、さらに私にはこの作業をする十分な時間があるのですと話したのだそう。フアン氏はこの出会いを、私の人生で最も深い学びの一つでしたと語っています。銀閣寺の庭師の言葉を聞いたフアン氏は、自分のライフワークに身を捧げ真剣に取り組んでいれば、その庭師のように焦ることなく時間は十分にあると考えられるようになることに気づいたのだそうです。その影響もあり、フアン氏は朝起きるとまず最優先の仕事に取り組むようになりました。それができた時点でその日の仕事はすでに成功しており、時間的にも精神的にも余裕が生まれ、結果として従業員をサポートできるようになったといいます。仕事中にフアン氏に声をかけて邪魔をしたと詫びる人もいますが、そんな時には時間はたっぷりあるよと言えるようになったそうです。そしてフアン氏は卒業生に対して、未来の技術進化に対する情熱を持ち続けるよう激励。さらに銀閣寺の庭師との出会いの経験から、人生の最優先事項を見つけてください、そうすれば時間はたくさん生まれますとアドバイスしました。約30分間行われたスピーチの中でもこのエピソードが特に注目され、アメリカやフアン氏の出身地である台湾で大きな話題となり、様々な意見が寄せられていましたので、ここでそんな声の一部をご紹介していきたいと思います。一人の庭師が世界一の企業を作った男の人生を変えたんだ。すごくクールな物語だよね。この庭師は世界から称賛される京都の有名な建築の美しさを維持する仕事に誇りを持って取り組んでいるんだろうね。億万長者になる以上に満たされた人生なのかもしれないな。この庭師の言っていることが日本の哲学である生きがいということなのかな。こんな映画みたいな話が現実にあるなんて驚きだけど、これはやはり言葉を受け取る側の力量も影響するよな。この庭師の姿はまさに生涯を通じて一つのことに身を捧げるという日本のものづくりの精神の表れだね。フアン氏が親日家の理由が分かったよ。今の僕たちアメリカ人は失敗したら許し合う道を選んでいる。全ての失敗が平等で公平であることがみんなにとって一番楽だからだけど、それでいいはずがないよね。
時間は限られているけど、検診には限界がないんだ。そこがポイントだよ。多くのことに時間を使いすぎて、結局どれもうまくいかない人もいる。学生でも、親でも、社会人でも、多くの活動や義務に追われすぎると、やるべきことができなくなってしまう。だから集中すべきことを決めて、それに検診するんだよ。卒業生に情熱を持ち続けるようアドバイスした未来の技術進化のまさに一端を担っている NVIDIA。 このジェンセン・フアン氏が CEO を務める NVIDIA とは一体どんな会社なのでしょうか。 NVIDIA は1993年、ジェンセン・フアン氏、クリス・マラコースキー氏、カーティス・プリーム氏の3人が共同創業したアメリカの半導体メーカーです。フアン氏は30歳の時、ファミリーレストランのデニーズでこのエンジニア仲間2人と朝食を食べながら起業の夢について語り合ったといいます。デニーズはコーヒーのおかわりが無料で、4時間でコーヒーを10杯も飲み干したのだそう。社名は3人で最初に考えたのが、想像する、予想するという意味のエンビジョンでしたが、調べてみるとトイレットペーパーの製品名ですでに使われていたため断念。E を取ってみたり語尾をいじったりしてみましたが、最終的にはラテン語で羨望を意味するインビディアに行き着き、未来への承継の意味を込めてエヌビディアと命名したのだそうです。NVIDIA は今や時価総額が3兆ドルを超える世界最大規模の企業で、画像処理装置である GPU を主に開発しています。 GPU は中央演算処理装置である CPU に比べて複雑な演算は苦手なのですが、複数を並列処理する能力が優れているという特性があります。この特性を生かし、膨大な単純計算をする必要がある AI のディープランニングに GPU が使用されており、特に NVIDIA が開発している GPU は AI 半導体市場の約8割を占めるという圧倒的なシェアを誇っているのです。 OpenAI が2022年後半に ChatGPT をリリースすると、生成 AI 製品への関心が爆発的に高まり、 NVIDIA の半導体への注文が殺到するきっかけとなりました。こうして NVIDIA は時価総額が2兆ドルから3兆ドルになるのに、わずか3ヶ月強というスピードで急成長したのです。マイクロソフトもアップルも2兆ドルから3兆ドルには2年半以上かかっていますから、この成長スピードは驚異的です。アメリカのブルームバーグ通信が AI ブームの最大の勝者だと表現した NVIDIA の躍進ぶり。その NVIDIA の CEO であるフアン氏のスピーチにはまだまだ多くのコメントが寄せられていますので、ここからはそんな声の続きをご紹介していきたいと思います。僕はこういう体験やストーリーを知るのが大好きなんだ。どの瞬間も特別だってことがよくわかるし、誰にでも起こり得ることなんだよね。この話の教訓は最善を尽くせということなんだと思う。もしあなたがガイルを掃除する仕事をしているなら、絵画を描くレンブラントになったつもりで美しくほうきを振るうべきなんだ。そうすれば心の余裕も生まれるということなんじゃないかな。なんて素晴らしいアドバイスなんだろう。庭師は禅の精神につながるものがあるね。日本の庭園には賢者がいそうな独特の静けさがあるよ。そのうち銀閣寺の庭も NVIDIA のチップを搭載したロボットが手入れするようになるかもしれないな。偉大な洞察力と人生の知恵を持っていないと銀閣寺のような素晴らしい寺の庭師にはなれないんだ。だから驚くことじゃないよね。庭師の言葉を教訓として重く受け止められるということがすごい。僕ならお仕事頑張ってくださいって終わってしまいそうだよ。どんなに素晴らしい言葉だったとしても、耳を傾けなければ決して学ぶことはないよね。世の中には自分こそが正しいと思っている人が多すぎるんじゃないかな。大きな話題となったジェンセン・フアン氏のカリフォルニア工科大学における卒業式スピーチ。アメリカの大学の卒業式では今までに数々の名スピーチが誕生しています。2023年シラキュース大学では、作家のジョージ・ソンダーズ氏が子供の頃の思い出を次のように語りました。人生で一番後悔していることがあります。7年生の時、一人の転校生が来ました。彼女はいじめられてできるだけ透明になろうとし、そしてある日引っ越していなくなりました。私は彼女に対していじめこそしませんでしたが、他人行儀に、そして控えめにしか行動できなかったのです。このことから卒業生に対してもっと優しくなることを目標にすることを呼びかけ、年を重ねるごとに自我が愛に変わっていくことも伝えました。このスピーチは人生で大切なたった一つのことという本になっています。また2004年ペンシルバニア大学では、ロックバンド U2 のボーカルボノがスピーチを行いました。ボノはアフリカのエイズと貧困というグローバルな課題に積極的に関わっていて、この危機的な状況を何としても解決しなければならないと次のように訴えました。知識も技術もノウハウもあるお前たちの世代なら、人類の歴史で初めて地球上から貧困をなくせるはずだ。だからあとはやるだけだろ。
ボノは2022年5月にはウクライナ・キーウの地下鉄構内でギタリストと共にミニライブを行うなど今も精力的に活動しています。さらに2019年テュレーン大学ではアップル CEO のティム・クック氏がスピーチを行い、現代の社会で本当に取り組むべき課題に目を向ける大切さを卒業生に伝えました。自分の船を荒波の中へと進めよう、そして厳しい状況や自分には大きすぎるように思える問題、他の人が回帰して満足している複雑な問題を探そう、こうした場所でこそあなたはもっと貢献できるのです。名スピーチには心を揺さぶり深く考えさせる力があります。日本の庭師との出会いを語ったフアン氏のスピーチは大きな反響を呼んでおり、外国人たちからのコメントはまだまだ寄せられていますので、最後にもう少しご紹介していきたいと思います。父親が教えてくれたことと共通するものがあるかもしれない。自分の仕事が好きじゃなくても真面目に取り組んでその仕事で一番になれって教えてくれたんだ。特に高い教育を受けた人たちが将来どうなりたいかだけを考えているような気がするな。今ここにいる自分を可能な限り最高なものにするという視点も大切だと思うよ。その庭師は自分の仕事に幸せとやりがいを感じているんだろうな。僕も日本で日本人の庭師に話しかけたことがあるんだ。つまり僕の人生にもチャンスがあったってことかな。フアン氏は謙虚で深い洞察ができる人だね。これこそが本物のリーダーの姿だと思う。どこにいても学べるし、どんな人でも教師になれる。知恵や知識のある人が教え、学んだ人が他の人に伝えることで人間として大切なことは広がっていくんだよ。結局諦めずに一つのことに全力を尽くすことが大事なんだね。そうすれば結果は自然とついてくる。日本人の丁寧さや真面目さは本当に見習うべき姿だと思う。楽な道ばかりを選んでいては何の成長もないということをフアン氏のスピーチから学ばせてもらった。日本の卒業式は厳粛な雰囲気の中行われることが多く、誰かもよくわからない来賓の面白みのない祝辞が苦痛だったという記憶を持つ方も多いでしょう。日本人は一般的にスピーチが下手だと言われますが、それは人前で自分の考えを語るといった教育を受けていない影響も大きいと考えられます。しかし今の教育は昔とは違い、自分の考えをまとめ多くの人の前でプレゼンテーションする授業が非常に重要視されています。今後は日本の卒業式でもアメリカの大学の歴史に残るスピーチのような名スピーチがたくさん生まれるようになるかもしれませんね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。